はいどうも、今回はご依頼いただきましたありがとうございます。タミヤのフェラーリ F50、 これをやっていきたいと思います。 F50 は実はまだ組んだことがないので、これが初めてっていう風ですね。じゃあね、中身の方を見ていきたいと思います。では見ていきましょう。箱がね、ちょっと大きいタイプになります。で、ただね、これね、デカールがちょっとね、っていう状態なんですよね。なので、今ちょっとそこをなんとかしなきゃいけないな、っていうふうに思ってます。ボディはこんな感じでね。フードとフロントバンパーが別ですね。F40 ともまあまあ違うのは当たり前なんだけど、だいぶこんな感じで違うんですね。だからまあ結構バラバラなんですよね。バラバラというかバラバラなんだけど、結構塗り分けは大変かなっていうふうに思ってます。こんな感じなんですよ。だから結構ね、この頃のタミヤのって言ったらいいのか、なんとも言えないところではあるんですけど、まあここの塗り分けですよ。こういうところの塗り分けとかは結構大変なんじゃないかなっていうふうに思ってます。現段階で。で、今回なんですけど、依頼者さんの方から、何?ケースに固定できるようにしてほしいというご依頼です。なので、ちょっとそんな感じでね、やっていくような、そんな感じになりますね。で、エンジンフードと、これ、屋根が脱着式になるんですね。で、この、なんだっけ?名前で忘れちゃった、スピードスターのあれなんだっけ、ちょっとごめんなさい、パッと思い出せなくなっちゃったけど、ここのね、まあ屋根が差し替えになるよと、そんな感じですね。ここはまあボディとくっつけちゃうんでしょう。こんな感じですね。でクリアパーツです。今回はもうちょっとだいぶ年数が経ってるやつなので、結構ね、袋の方にねカビがちょっと生えてたりとかしてましたんで、また全部洗浄してから製作の入っていくような形になりますね。で、ここにね、エンジンの、このね、エンジンの後ろの部分のダクトというか、これどうやって塗ろうかな。どうやって塗ろう。で、メッキパーツです。ホイールがこれ、あ、そうか、センターのロックナットだよね。F50 と違うもん、F40 と違うもんね。後ろからピンが出てるから、これをなんとかしなきゃいけないんだよね。元の成形色は赤みたいですね。まあこの赤の成形のですね。で、タイヤはちょっと白くなってますけど、これはグッドイヤーなんだ。イーグル F1。なんか、タミヤのタイヤにしては、彫りが結構深いというか、な感じですね。なんかもうちょっとこう、深いというかこう、でもね、イーグル F1 ってどんなタイヤだったっけ?もうちょっとなんか溝の隙間がね、埋まってるのがタミヤのイメージですけど、このタミヤのタイヤにしては結構なんか、これランドエリア、Cエリアって言うんですよ。この溝が入ってるところは Cエリアって言うんですけど、この Cエリアのところがね、ちょっと太いかな。こんなタイヤだったっけ?で、メタルインレッドと、これね、メッキのシートが入ってます。まあ、このメッキのシートはね、もうちょっとこれは使えないから、また貼るような形に、まだメッキシート切って貼るような感じになると思いますけど、インレットも使えるかな。デカールはね、もうね、クラックが入っちゃってますね。だからちょっとこれは使えない。カーブンパターンはなんかまた考えなきゃなーっていうふうに思ってます。で、今回依頼者さんの方で、このホビーデザインのエッチングパーツを使ってほしいというふうにいただきました。ただ基本的にうちは、こういうディティールアップパーツとかね、エッチングパーツのやつは、使ってのご使用、制作っていうのはお受けしてません。なんですけど、まあ、この中で使えるというか、まあ、うちで使ってもいいような、使って制作できるようなもの、例えば、メッシュの部分だとか、まあ、エンブレム関係とかかな。その辺ぐらいは使いますけど、まあ、ワイパーとかはね、使わずに、
やっていくような、そんな感じでさせてもらうことに話をさせてもらっています。じゃあね、実際にやっていってみたいと思います。まずは洗います。部品の切り出しが大体終わりましたが、説明書を見ながら、まあある程度想像はしてたんですけど、これ塗り分け難易度、自分が今まで経験してきた中で一番やべえかもしれない。どうしようかなってことを思いながら、今回この F50 なんですけど、バルケッタ仕様とベルリネッタ仕様が選択というか、まあ差し替えできるようになってたりだとか、あとはね、フロントウィンドウ、これのサイドウィンドウがありなしのタイプっていうのはあるんですよね。で、今回はこのサイドウィンドウなしの方でというご依頼です。で、このフロントウィンドウなんですけど、まあ結構 R もきついしっていうふうに思ってたんですけども、はい。出てるんですね、ズームオンから。F50 のマスキングシートです。毎度言いますけども、このマスキングシートは個人で輸入されている方にお願いして一緒に取り寄せしてもらってるっていう風なので、どうやって入手するのとか、取り寄せどうやってやってるのとかってことはお答えはできません。これ、フロントウィンドウ、裏表あるんですね。内側と外側と。で、今回はこの、外側のね、あ、外側じゃない。あ、おっと。サイドウィンドウのないタイプの方なので、こっちを切り出して、外側はまた色を入れてからね、貼るようにするので、まあ、まだ貼らないですけど、よいしょ、今回は合うかな。毎回合うかどうかがね、気になるところ。今回はこの、ルームミラーのところのやつに合わせれば、多分、左右はね、合わせる必要とかは、若干、ずれたか。あー、ずれたな。ちょっと待ってよ。これ、切り出すの大変だもんね。切り出すというか、マスキングするの大変だもんね。これで、どうかな？ちょうど、だいたいいいとこ来ましたね。ちょっとマスキングシートの方が小さいかなぐらいですかね。で、今回、まあ、依頼者さんの方からね、エッチングパーツを使うようにっていう風な話なんですけど、どこまでどういう風に使おうかなっていうのがちょっと今考え中ですね。メッシュの部分、クリアパーツのところ、クリアパーツになってるところは、リアに関しては、上から貼っつけるような感じの指示になってて、フロントはそのままは多分置き換えでいけると思うんですけど、ちょっとまだどういう風にやってこうかなーっていう感じですね。で、エンブレムなんですけど、まあ、取り寄せたデカールが、ぷっくり膨らんでるやつなんですよね。なので、その辺考えるとちょっと、エンブレムのエッチング使うつもりでいましたけども、デカールにする場合は、まあそのぷっくりのやつのね、上から貼ってもぷっくりが、こう、馴染む感じではないので、まあちょっと、また考え中です。結構いいとこ来てるんじゃない？ちょっとこっちがはみってるかな？っていうところはありますけども、これで。で、リアウィンドウは、これは多分マスキングテープでいった方が、綺麗にいけるやつじゃない？あ、マスキングテープでいけますね。リアウィンドウは、ここはね、マスキングテープでいこうと思います。まあ一回ね、また色入れてからにするので、まだね、まだ使わないけど、大丈夫そうですね。ではこんな感じでね、やっていきたいと思います。とにかくマスキングがしんどいです。多分、まあ、この頃のタミヤのきっとレーシングカーだとか、まあ、スーパーカー系とかだと、まあ、みんなこんな感じだっただと思うんですけど、その中でも今のところぶっちぎりかもしれない。
ぶっちぎり結構なマスキングの難易度というか、そんな気がします。とりあえず塗ってマスキングして、塗ってマスキングしてを繰り返してますが、すべてをね、お見せしようとするとものすごい数というか、ものすごい量になっちゃうので、とりあえずね、内装の部分だけやっちゃおうかなというふうに思います。今回ちょっとデカールがもう使えない状態なので、本当はね、あれしたかったんですよ。ストッキング使っての、あれ？爪楊枝。ストッキング使って、で、カーボン調塗装ね。あれをやろうかなというふうに思ってたんですけど、構造的にね、これはちょっと無理だなっていう感じのところばっかりなんですよね。例えば、まあ、この内装のこのセンターのこのコンソールのところもそうですし、あとは、リアのカウルというか、そこの部分の、フェンダーアーチじゃないわ。タイヤのインナーフェンダーのあたりだとか、その辺とかはちょっと、あとは、あれは何？インダクションボックスになるのかな？と思うんですけど、あのインダクションボックスのところの、なんだ。カーボンになるようなところとか、そういうところは、あのボックスだけだったらいいんですけど、そこへつながるパイピングの部分がもう、なんて言ったらいいの、まあだいぶ前のね、ポケールのテスターの時にやったみたいに、こう入り組んでるところはなんかうまいこといけないみたいな感じなんですよね。で、そういったこともあって、ちょっとそこら辺に関しては、カーボンブラックゴールドっていうのがバルケッタから出てて、で、この間売り切れになってたんですけど、売り切れになってたんだっけ？自分が見たのだ、まあだいぶ前なんだけど、売り切れかなんかになってて、あ、取り寄せできないわーっていうふうに思ってたんですが、先日見たらね、また復活してたので、在庫の方が。またそれポチりました。なので、それを、一応多分明日か明後日には届くと思うんで、それを使ってまあカーボンのね雰囲気というか、そんな感じでいきたいかなというふうに思います。よいしょ。でこれもまあ考え方によると思うんですけど、自分あんまりカーボンデカールっていうのはあんまり好きじゃないというか、カーボンの目を、実写のねカーボンの目を24分の1にしたとして、まあ、模型映えという意味ではいいかもしれないですけど、カーボンの目って、例えば実写でもかなり近寄ってみないとわかんないじゃないですか、こうやって。まあ、平織りにしろ、綾織りにしろ。で、それを、じゃあ24分の1でってこうやって見たときに、網目が見えるっていうのはどうなのかなっていうふうに思うので、自分はあんまり好きではないかな。まあ依頼されたりだとか、まあそういうのが、キットについてる。まあ例えば今回の F50 に関しては、まあデカールはもう使えないので、もう使えないですけど、そういったね、キットとかにもう初めからついてるよとかって言うんだったら、貼るとは思いますけど、そうじゃない限りは、ちょっとどうかなっていうことを思ったりしています。なので、まあ今までのね、過去作の動画とか見てもらうと、自分が24分の1でカーボン塗装、カーボンデカールを使っていることは一回もないので、お分かりいただけるだと思います。まあ自分がうまいことデカール貼れないっていうのもあるんですけどね、もちろん。だけど、そういったこともあって、基本的にはあんまりカーボンデカールは、うちでは使わないかな。もうこれも考え方一つなんでね、別にそのカーボンデカールを使ってもらうのはまあ別に全然問題ないと思うんですけど、そういうのは好きな人もやっぱいらっしゃると思うんで、ただうちはあんまりっていうだけの話ですね。ただね、ものによってはその塗装のマスキングがなかなか難しいから、デカールを貼っちゃった方がいいよねこれって思うところはちょいちょいありますよ。どうしても入り組んでるようなところのマスキングって難しいので、そこを、じゃあ、カーボンデカールでできちゃうんだったら、それはカーボンデカールを使った方が楽なのかなとかね。そういったことも思ったりはしてますが、自分は今のところ、全然使ってないですね。
まあ、こんな感じでマスキングしながら、まあ、ちょっとガタついちゃったからまたここ貼り直しますけど、やっていきます。今回まあちょっとデカールがどうにもっていうことだったので、こうやってフェラーリのエンブレムとか、まあポルシェとランボーもありますけど、これどこのだっけ、どこのだったか忘れちゃったけど、これを使いたいと思います。ボディもね、塗り分けがなかなかに大変なんですけど、これどうやって使うタイプかな、シールなのかな、デカールなのかな、取り寄せてみるまでどんな感じなのかわからなかったんですけど、これなんて言ったらいいの、エンボス加工というか、ちょっとぷくっとした感じのやつなんですよね。これは、ちょっと試しに。シールだね、これ。シールだね。シールか、剥がれてこないかな。まあとりあえずボディの方はね、またこの上からあれやるんですけど、これどのサイズやろ、何ウレタンクリア拭くんですけど、ウレタンクリアで閉じ込めちゃえばよっぽど剥がれてくることはないかなとも思いますが、こんな感じなのね。大きさはね、多分ね、大体合ってると思います。大体合ってるっていうのは、大きさとかも、よいしょ、それほどなんか何、違和感がない。12分の1、10、ああ。うわ、これまっすぐ貼るのは難しいな。12分の1、43分の1、24分の1、18分の1、12分の1っていうね、4パターン入ってるんですよね。だから大体のやつにはいけるんじゃないかな。この上からクリア拭いたりしてあげれば、それで溶けてくっついてくれるんじゃないかなと思うんですけど、いかんせんこういうもの使うのは初めてなので、このパターンはね。多分大丈夫だと思うけど、これね、初めて使う系のものはね、毎回ちょっとんっていう風になりながらやるけど、ピニンファリーナは確かメタルインレッドがついてたからこれですね。ただノリがね、多分ねもうダメだと思うんですよ。で、前にメタルインレッドを貼るときどういう風にしてますみたいなことを聞かれたことがあったんですけど、自分の場合はもう接着しちゃいます。こういう風に、特に古いやつなんかだとどうしてもね、糊がね弱くなってるんですよ。だから貼ってもね、剥がれてくる可能性があるんですよね。あ、こいつはいけそうかな。あ、ダメだ。とりあえず写すでしょ。あ、写せ、とりあえず写せないや。とりあえずもう、糊がダメだ。とりあえず持ってって、この状態で流し込み。うわ、やっちゃったか。流し込みが多すぎた。こうなっちゃったらどうにもならないので、一回この上から赤塗って、で、デザインナイフで削り落として復活させるっていう風にしますか。いきなりやらかしてんじゃん。あのね、今ね、垂らしてきた。とりあえずくっつけて、あとはね、クリアを塗るとかっていうのもあるみたいですけど。こうしたかったのよ、今。上から薄く、メタルインレッドの上からね、薄く塗ってあげると結構くっついてくれたりとかするんですけど、で、この上からクリアをバシバシ拭いていけば、まあ多分大丈夫かな。やったやったね。まあなんとかしますよ。ちゃんとリカバリーするから。
神谷さんの1万番。まだ感想は短かったな。こんなもんじゃないですか。今ウレタンクリアを吹いたばかりです。でこの状態でマスキングしてるところを剥がしていきます。剥がしておかないと後で剥がせなくなるから。でもこんな時に限ってちょっとパニ症の症状っぽいのが出てて手が震えてる。メタルギアソリッドに出てくるあの震え止めの薬、ジアゼバムだって、まあ、具体的にどういう症状がどういうあれでその何落ち着くというか症状の手の震えを止めるのかはわからないけど、この震えてる状態でやるのはあまりよろしくないんだけど、かといってだいぶ遅れてるんで、いつものこと、いつものあれで遅れてるんでやらなきゃいけないから、レタクリアの塗膜になるべく触らないように、ある程度はレタクリアの塗膜って結構またなんとかなると思うから、こうやってとりあえず一つ部品を塗ったら一つマスキングを剥がすっていう風にやっててなんとかならんかなと思ってんだけど、ならんかな俺。ちょっと待って、触れないとこだらけなんだよね、当たり前だけど。うわー、スミグロスブラックも結構、うわ、なんかこれ二次災害三次災害が起きそう。剥がせんかな、無理して剥がすと余計ひどい目に遭うかな。貼った順番を覚えてないから辛いか。なんで剥がれてほしい時には剥がれてこなくて、剥がれてほしくない時には剥がれてくるの。ウレタンじゃないわ、マスキングテープって。あ、ここは剥がしちゃダメ。剥がして大丈夫か。もうちょっと剥がしやすいようにマスキングしなさいよ。とりあえずウレタンクリアに直で当たってる隣り合ってるようなところは全部剥がしました。今回はタミヤの、ディスプレイケース C、 ミラーシート付き、これに本体を固定してほしいというふうにご依頼をいただいています。で、ただシャーシの構造上ナット仕込んでっていうことはできないんですよね。もうもうスペースがないです。ナット仕込んだりするスペースが。で、うまいことできる人だったら、このシートの下に入れてってこともできるのかもしれないんですけど、自分はね、ちょっとね、ナット仕込むのは技量的に難しいかなっていうことで、タッピングビスを、入れようと思っています。で、とりあえずまずは1組目をしないといけないので、これでねちょっとねやっていこうかなというふうに思います。一応シャーシーをとボディを1回合わせてから、ね、まあ他にもいろいろつけるものがあるんですけど、でフロントバンパーをボディの前からペチョっていう感じになるので、とりあえずその状態で中心になるようにやっていくような、そんな感じですね。で、まずは前後から見ましょうか。まずは、それぞれ前後のね、幅を、今とりあえずデーテーで置きました。デーテーで置いといて、で、こっから、真上から見て、31ミリ。はい、メモ書きするボールペン。後ろが31ミリ。で、前側は、この状態で28ミリだから
前後合わせて今59mm があるわけですよね。で、ってことは半分にして 29.5mm になるように、まずは前側合わせてみて、で、まあだいたいいいとこぐらいに来ましたんで、来てます。で、ここで保護フィルムはまだ剥がしてません。保護フィルムはね、依頼者さんの方で剥がしてもらおうというふうに思ってるので、こっち側の表側の保護フィルムは剥がしてません。とりあえず1気味にね。で、今度は左右を測ります。左右が、ちょっと待って、テンプレートが、今回まあホビーデザインの何ディティールアップパーツを部分的に使ってます。あの部分的にっていうのは、まあうちはね、いつも言ってますけど、これなんだっけ、 29mm、 ディティールアップパーツのね、まずワイパー、エッチングワイパーはまずうちではやらないっていうふうにさせてもらってますんで、その辺もあってね。で、とりあえずメッシュとかね、その辺のものを、その辺のものはやりますというふうにさせてもらってるんですけど、25mm だから、51mm。51mm ってことは、25.5mm。25.5mm になるように。で、そのディティールアップパーツなんですけど、リアブレーキのね、ローターの部品が、左右ね、同じところに同じ形でモールドされてるんですよ。だから、両方とも左でモールドされてるんですよ。で、仕方がないから、右はもう裏返して貼りました。ドリルドのね、モールドはないんですけど、ちょっとこれはもうどうにもなんないなっていうことで、パーキングブレーキのね、キャリパーをね、映すわけにもいかないし、まあこんなところでしょう。っていう状態で、1決めをしておいてから、ドリルと、この、何?下のケース?あ、ドリルじゃない。シャーシと、このケースのね、下のところに合わせた状態でもうドリルでビャービャーって穴を開けて、で、それでタッピングで固定するような、そんな感じにしてやっていきたいと思います。はい、タミヤのフェラーリ F50 完成でーす。ご依頼いただきありがとうございました。塗り分けがとにかくきついねー、このキットねー。もういろんなところを、まあだからその、例えばタイヤのフェンダーアーチの、フェンダーのね、インナーフェンダーのところがね、デカールになってたりだとか、そのデカールが使えたりすれば、要はそのカーボン調のデカールのところがね、使えてたらまたね、難易度とかも変わったんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、いやー、これは今まで組んだ中で一番とは言わないけど、かなり難易度の高いというか、縫い分けのね、そんな感じのキットでした。まあ内装とエンジンルームはいつもの通りね、あの依頼者さんだけがニヤニヤしてもらうために、クローズドのルーフの方に変えました。まあ、ああそうそう、これね、テールランプのね、愛がね、テールランプのその形状というか、金型のバリなのかな、その辺とかでちょっと結構削ったんですけど、まだちょっといまいち愛が悪かったかな、愛がうーんっていう感じではあったんですけども、まあなんだかんだでそれっぽくはなったかな。ディティールアップパーツはね、部分的に使ってっていう風にさせてもらっています。なので、全部は全部使ったわけじゃないんですけど、あのね、ディティールアップパーツの、その説明も、これどこに貼ればいいのっていう、まあ、コーションプレートみたいなのはね、いろいろあるんですけど、それはね、すべてが説明書になかったので、ちょっとわからなかったところに関しては貼っていません。土台への固定も最終的にはもうタッピングビスやめました。あのね、これ、シャーシと、まあ、エンジンの、まあ、ちょっと変わった組み立て方になってて、
ボディ側にエンジンをくっつけて、で、シャーシとくっつけてみたいな感じなんですよね。で、それがね、どうも、それをやってからタッピングしようとすると、そのねじ込みの力でね、シャーシとボディが離れちゃうというか、そんな感じになっちゃうんですよね。で、それがちょっと、うーんっていう風になったので、それを、じゃあタッピングじゃやめようってことでビスに変えたんですけど、ビスに変えてもうんっていう風だったので、もう最終的にエンジンの下のところにセメダインハイグレードをいっぱいムニムニしておいて、であとはラジエーターとエアコンのコンデンサー伸びひんなのかな、そこのところにもうセメダインハイグレードムニムニしておいてから、それでくっつけてから、ビス固定っていう風にしたら、まあなんとかなりました。そこに説明書には接着云々に関しては書いてないんですけど、そうやってこの、なんて言ったらいいの、普通に、要はこの下からビス止めとかしない人でも、そこは接着した方が、見栄えは良くなるんじゃないかなっていうふうに思います。あとは、それほど、まあ言うてタミヤのキットなんで、組み立てに関して、組み立てだけに関して、ラジエーターとね、エアコンのコンデンサーの部品の固定がちょっと難しいというか、っていう風のがあったかな。っていうのはあった。な感じでしたね。まあ、とりあえず、そう思い出した。とりあえずやったこととしては、フロントウィンカー、フェンダーのウィンカーですね。それは、たまたま手持ちにあったジャンクパーツで形が良さげなやつがあったので、それに打ち替えました。で、フロントもワッシャー2枚ずつかましてトレッド広げてます。それはこっちの方で追加させてもらったことかなっていうような感じですね。いやー、これはねしんどかったとにかく塗り分けがしんどかったなっていうのが個人的な感想ですね。でもまあ組み上がってみるとお、かっこいいやんっていう、まあそんな感じになるので、まあいいんじゃないでしょうか。まあね、まあ、タミヤのフェラーリもいずれはまた再生産されるようになる日が来ると自分は信じています。そういう風になると思っています。だから、地道に待つのも一つの手かななんてことも思いますけどもね。というような感じでした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。